どうもこんばんちは、キシトです。テケテケ続きの方ね、やっていきたいと思います。で、これをドアの間にろうそくが挟まってる。溶かしたらどうにか取らなくちゃ。テケテケが多分いるんだな。マジか。どこだ。右無理だな。右無理じゃん。かなりありがたいけど、右普通にいたし、なんなんだあいつ。どこだ。あ、いるね。どれぐらいの範囲なんだろうな。なんだこれは。持ってきてるか。どこだ。足はどこだ。どこだ。まあハイハイしてるようなもんだろうな。手だけで合ってるからな。こっちには一本もないのか。あいつのとこに埋めそうだけどな。さすがに一本じゃ足りんだろう。何本かあると思うんだけどな、あれ。多分3本あるんじゃないかな。あそこにいるね。これどう突破するんだ。あれずっと見てるよな。そこに。多分走っても大丈夫なんだよな。
あいつがいるとこは行けるか。あ、ここになんかあるな。レフト、鍵だ。あれの鍵だな。じゃあどこだ。いや、てことはあいつがいるとこにあるんじゃねえかな。もう一個ってこと。やっぱり反対側にもう一本あるんだ。これか。待って、来るな多分。もうちょっと様子見るか。足はどこ。どこだ。使えてね。向こう行くまで待つか。もう一旦意外と手間取るからな、アイテム使うの。足はどこ。はい、ポークパインさん、こんばんは。どこだ。オッケー。多分この3本でいけるんじゃないかな。走れるって素晴らしいな。どうよ。 OK。 ふう、突破した。お、外に出た。テリーサの名前が赤枠。いや別に何も問題はないぞ。俺には普通に見えるけどな。何もない。これが彼女が言ってた小屋。これがお供え用のテーブルっぽいね。ほう。お、鍵だな。ゲートキー。門の鍵か。これでいいのか。でもなんか使うものがあるっぽいけどな。燃やせるとか。 ID 燃やす、そんなことないよ。全く関係なそうだな。なんか備えるものがいるのか、うん、テーブル。油。向こうにもまあ生きるところはあったけど。
赤枠になってんのはなんでだろうな。閉まってる。閉まってる。オッケー、鍵で開けた。線路。黒猫じゃん。そういやさ、猫缶ってなかったっけ。なんか俺最初の上で拾った記憶があるな。そうだよね、やり直しした時に俺拾ってねえな。うわー、バッドエンドだ。そのまま逃げるとバッドエンドだな。儀式は失敗しました、あなたは死んでいます。マジか。確かになんかなんか猫缶って拾ったよな。しかもエンディング。バッドエンドだし。マジか。え、ザ・ファインド・ディバイス・エンディング。これを押すと、あー、こっからになんの。あれはハカルのご近所さん。こっからやり直せって。道の先にある西洋風の大きなお家に住んでるの。エンディング回収しろって感じか。猫ちゃんに裁かんだろうな、多分。猫ちゃん。お、セーブされた。なんか、うなってくれてるね。これ、猫にサバ缶をあげて、どうなるんだ。あげていくと変わるのかな。何かあったからじゃね、遅いからね。こっち行けないんだ。一回行ってみるか、じゃあ。ノーマルエンド。お、あ、猫ちゃんが守ってくれたってことか。そうか、猫に弱いせいだもんな。その設定すっかり忘れてて。儀式は失敗しましたが、猫はあなたを救いました。テケテコはまだ生きていますが、あなたは逃げました。え、これもしかして、あそこでセーブされたけど、え、またこっからやんの。グッドエンドがあるんだよな。嘆きながらも足を運んでいく。これが彼女が言ってた小屋？これがお供え用のテーブルっぽいね。これでここに置くんだ。
置いたね、紙を置いた。それでお供えする。お供えが終わった。これで終わればいいんだけど。これで完璧？あ、門の鍵だ。これ、猫に缶詰をあげる必要あんの？別にない、ないのか？閉まってる。猫ちゃんは？缶詰あげた方がいいの？これ。これあげなかったことによって儀式成功してもバッタンとかダメよ。あげなくていい。じゃあそのまま信じて行ってみようか。お、グッドエンドだ。儀式は無事に完了しました。テケテケが安心して休めるようになりました。それだけなのか。何かあってもよくないか。はい、というわけでね、無事にクリアできました。全部のエンディング。いやー、やったね。はい、というわけでね、テケテケ最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回もね、何かしらのホラーゲームやっていきたいと思いますので、次回もよかったらまた見に来てくれると嬉しいです。それでは。熱く熱く